水曜どうでしょうの DVD 発売記念、まあ発売されるのは3月の5日なんですけども、今ただいま、全国の全道じゃないんですよ、全国のローソンで予約受付中ということでございましてね、こちらの先ほどの内容なんかをお話聞いたわけなんですけどもね、いろいろ予約特典もあるということなんですけども、これ肝心のお値段の方は、おお、お値段の方を聞いた藤村君、こちら豪華2枚組で3980円、安い安い、これはお買い得ですよね。あれだけ入っててですか？入っててですよ。本編よりも1時間多くて、それにも入らなきゃいけなかった未公開のものもあって、そしてその予約特典のポストカード10枚セット、これつけちゃいます。つけちゃって、はい、それでいくら？3980円。これ元取れてんのこれ大丈夫ですか？金利手数料一切なし、ということでございましてね、あのこれを触れと僕にCM の最中値段を振れと言ってた通りにやったわけなんですけどね、またその自分の番組だっていうそれがないんじゃないの、ちょっと一歩引いた立場で、やらしいね、全部俺たちにやらせてやった一歩引いた感じで見てさ、それにしても CM 最中おいずさせこいわ話がところで、実際のところ僕には何枚くれるのって話してる兄貴の分はくれるんですね。気になるところなんで、気になるところ。で、出た数が3枚ちょうだい。3枚あればいい。ね、3枚ぐらいあればいい。っていうことなんですけどもね、ぜひ皆さん本当にね、こちら本当に、これは本当にあの、今の話じゃないですけど、うん、お得ですよ。お得だよ。声揃えて言ってるもんだ。本当だよ。で、実は今日、テレビの方の放送も、あるますでした。11時15分からあるということなんですけども、はい、こちらはどんな放送なんですか？似たようなこと言ってたじゃないか。あれですよ、今回のやつは、6年間、はい、まあ水曜どうでしょう、6年間やりまして、その中で印象に残った事件、あの事件、はい、この事件をですね、はあはあ、当時の VTR に再編集を加えましてですね、それを、鈴井さん、大泉さんに見ていただいて、またまたたっぷり楽しいトークを楽しんでいただくという魅惑の55分。なるほど。いや、これは本当に魅力的。そうですよね。だから4週ぐらいで昔やってたような番組を10分ぐらいにこうビュッと凝縮するから、要するに2ヶ月ぐらい経ったやつがこうビュッとこう凝縮して見れる。そうだ、これはやっぱり珍しいですね。本来2ヶ月かかってこうね、5週4週やったのが10分ぐらいにまとまってるから、そうざっくり見れてね。そうだそれあったね。これは今日見ないと見れない。そうだね。しかもあの再編集してあるから、昔よりもスーパーの付け方が面白かったりしてるね。面白いね。ぜひ見ていただきたいね、おみさんのバカ笑いをね。そうだもうおまけに僕とミスターがいいだけ紛争してるからね。が見どころ。そう今日11時15分から夜11時オンエアなるということですから、ぜひ、ね、こちらの番組の方もですね、皆さんご覧いただきたいなというふうに思うんですけども、であのこの水曜どうでしょうのこの DVD っていうのは、全部今後出ていくんですよね。もちろんですよ、ミスター。まず第一弾がこれ、まあ、いわゆる我々のラストランですよね。はい、だからまあ、我々一番、まあ、とりあえずの一番最後の姿。そして第二弾はですね、1996年10月、水曜どうでしょうが始まった時に遡ってですね、はい、サイコロ1、はい、その他数タイトルが連続して出ていくと。これやっぱり第二弾も貴重よね。貴重です、貴重です、本当に。皆さんね。あの、うん、第一弾のそのサイコロ1っていうのは、うん、ビデオで発売したじゃないですか。しましたね。それは違う。全く一緒。全く一緒。言ったね。手をかけておりません。あれ再編集するんじゃなかったの？うるさいミスターだよ。俺そういう話だと思って振ったら。いや、それ以降ね。それ以降。生、ほら、粗大組とかね。あそこら辺とか、それから、その後、ほら、当時の旅とかね。あそこら辺をもうまとめて一本にして出そうかなんて思ってます、ね。そうそう。サイコロ1にそれも入ってるの？そういうこと。今初めて言っちゃった俺。いや、このこいつで初めて言っちゃった。それはね、君ね、計算だったらいいけどね、ポロッと言ってるから腹立つね。大丈夫なんだろうね、それポロッと言って。大丈夫。さらにね、これね、アンケートを見ると、嬉野さんがお書きになって、今ハマってることっていうところで、書いてるから言っていいんですよね。はい。水曜どうでしょう、写真集、第2弾。いや、ミスター。作成に着手。しました。おやおや。日々ですね。これも言っていいんでしょうか、もう。だって書いてあるんだもん。あれ僕は知ってるんですけどね。いいんじゃないですか。いや、こちらの方も今。はい。もう今。膨大に写真が溜まりまして、この6年間の写真を全部整理しながら、日々。今回のやつはちょっとね、まあ、出したのがもう3年ぐらい前ですかね。3、4年前ですね。3年前ですよね。僕ぐらいですかね。あれから、あの時の写真集と比べてまたガラッとちょっと変えて、ちょっと大人の、ちょっと渋い。
つまり裸があるってことですか。それもあります。当然あそう当然サービスカットもございますけど、なんか雰囲気的にね、雰囲気的にちょっと大人のアルバムをこう一人一人めく、一つ一つめくっていくような、ああ、そんな、なんでしょうね、うまいこと言ったらなんかもう、それはありますけど。